耳のその中の血管がどれか切れてるから、はい、そこが結局ずっと出血してるから、はい、もうその抜いた分のスペース血が入るスペースをもう減らさんとあかんとなくさなあかんあ血の部屋みたいなそう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 <ー>そこをだからもうずっと洗濯ばさみで締め切ってたんですね3つぐらいパチパチパチ止めてずっと生活してて新幹線もそれに乗って <laughs> えそれは何ですかおしゃれなちょっと洗濯ばさみなんですか <laughs> 洗濯ばさみって分かる洗濯ばさみ

セリアかなそれはセリアによってあセリアかね100円100円かわいらしいのそうそれでピッピッピッて見つめて見られへんのん恥らかしかったもうっと見たでも結局血たまんのは嫌やからずっとそれためて自転車もそれはめて乗ってた無事治ったからよかったとよかったですね耳はね 結構アナログな方法で治るもんなんですね。で、ネットでも調べたやっぱり圧迫せなあかんって言って調べていろんな人のやり方、洗濯ばさみとかあのバレッタみたいなのを。ああ、バレッタいいじゃないですなんかいろいろあったわ。耳にバレッタつけて貼るわってなるかな。洗濯ばさみよりはなんでいろいろやって貼る。ただなんかそんだけたくさんの人がなるってことですよね。その状況に。そうそうやと思う。なんだったら。 医療器具で作るべきやもうんですよそういういやまさもうそんまバッドエイド張ってくれただけやったもう嘘やないとみんなそうなったら洗濯バサミつけるしかないその先生にしたらやでたまては抜きくる方が儲かるやんいやそれもそんな知れとるでしょだからそういうことやったそんな高額取らないでしょ血抜く全然安い安い保険もそれって献血には使われへんかと思うんですよ その血ねんってめっちゃ思い出したけどめっちゃ腫れとったやん耳あれでめっちゃ溜まってると思って思ってたからだいぶ腫れてる注射させてチューって抜くねんけどめっちゃちょっとしか入ってへんねん血がほんまに数ミリそうほんまなんかどれぐらいかなどれぐらいなんやろ分かれへんけどフレッシュあれフレッシュコーヒー あれよりも少ない <laughs> あれよりも少ないでほんまえ聞いてもんこんな少ないんですねって言ってうんそうですそれってパンパンになるんですか耳そう<あ>パンパン腫れててで,でもそれのことやっぱ普通に戻ってんねだから中の方で溜まってたんかな <laughs> いや<ー>ちょっとだけあったわ目の錯覚なんかなえらいバーンって晴れてましたよ そんな溜まってへんかってんだから血が。でもこれテレビで何回かこの一ヶ月の間拝見させてもらったんですけど、洗濯ばさみつけてる感じはなかったです。みつみみ違和感なかったです。なんかつ。らずけて出へんわ。テレビには。でも効果があったってこと。そうそう。そんなもう綺麗な音が良かったと思って。良かったです。わでも元のにこきっかけで。いやそれはでも分かれへんなもう。だからもうこれからなったらちょっと抜く前に洗濯ばさみを先に一回やってみたらどっか戻っていくんじゃない。あ血が。 まえ家を掘る間はつけとくとかでも<え>まだだって部屋がなくなったわけじゃないですよきっと血液の部屋がえこれピアス開けたらどうなんあそこには、うん、いや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 <果>こんなとこかん<や>開けた,開けた血管開けたらあかんやろずっと血出てくるそうや出てくるねピアそう <laughs> かわかる血管切れてるから <laughs> ああ<ー>まあもう慣れへんと思うねんでも そんな洗濯バスが挟んでただけで一生ならないですいや分からないけどもうまあ対処法は分かったからもうええんけどもう皮張りましたしね洗濯バスそれ用のかわいいやつともうちょっとんかチェーンとかつけてもええかなまだまだもう眼鏡みたいなつけてもええかなうるさい先生みたいなやつそれぐらいやったのかな次なった時は。 いやほんまに治ってよかった治って上ら気にしてかったしあんま言わなかったですけどまあまあ腫れてはんなと思ってそうやろ怖かったと思うだから柔道耳はさ柔道耳の男は好きやけど自分が柔道耳なのに嫌やの餃子耳っていうのなんかなたくましいなみたいに思うやんあれはでも一生もうあの柔道耳ですよねいやずっとそれで 頑張った証拠栄さんもあの年でもあの耳ずっとあのままもうで、ね、え回さんのいやだからあれをいやあれはほったらかしに皆さんしてるからやそうそうそうだから栄さんもせ、はい、んたばさみしといたらしといたら樹の耳は治るんやプレゼントしようかな <謝罪 S 1> 遅いって話してもあの謝罪の時あれ耳,、はい耳

怒ってるぞおじいゃんちゃからねスキンヘッドで耳に洗濯物入そうある意味よ3つで k 三、うん、つずつついてるんやろウーパールーパーやんこれはよかったってあの謝罪会見みたいな記者会見、ね、でもあれちょっと一瞬で終わってそんな,なお謝罪会見、ね、あれなんか。 謝罪何かね真摯に受け止めますっていうだけやったもんないや洗濯ばさみしといてほしかったな真摯に受け止めます受け止めますって言ってパワハラも洗濯ばさみん。チェーンバージョンキラキラしたやつつけてぎた中学生のおしゃれなやつみたいな。 昔あの安全安全ピンをもう耳にさしてる子いませんしあーおったおったおった今でもおるでいますまだ流行ってるんですねなんかベラグラマラスっていう子が今それ常にやってんで。安全ピンで安全ピンしてる安全ピン型のピアスガタちゃいますパンクですねあれあれはうちらのほらまだこんなに安全ピンじゃないの また素材が違うのはさうちはほら言うても物がない時代でしたやんそんなにピアスも種類がなかってヤンキーの子が自分で開けてライターで絶対ダメですよやったらライターで安全ピンをあぶってこう耳してまだピアス機もんかちゃんと発達してなかったから釘とかボルト入れてる子いましたよ こんななんなってることは五十円玉ぐらいのそう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 あれステータスみたいなありましたもんね出超大きいの <laughs> 私開いてへんね何にもあらあ開けなかったんですか開けたいな、うん、<も>あの入れ墨も入れてないタトゥーも入れてないし<前>ピアスも開けたらなんか あのお母さんに怒られるから。いい子、いい子、いい子、いいお母さん、悲しいこと。やられ。たかんでみたいな、言われ。あと、なんか変な噂あったやんか。あれ、あれ、なんがしって見えへんような。なんか最後の白い糸が。そう、そう、そう、神経で。引っ張ったら、もう終わりやん。失明するみたいなとかあって、それも怖かったもん。 ちょっと信じてたもんね。で、私でも五つ空いてるんですよ。五つも?。そう、そうなんですよ。困ったもんで。やっぱりケアしないと、つけてないですよ、全然もう、ピアスしてないのに。ふさがってるんじゃないの?。なんか、いや、ふがらへんね。あ、そう。それが、やっぱりね、なんか、ゴミがたまるみたいで。定期的に。こう、なんか、こよりみたいなのを通して、掃除しないといけない。めちゃくちゃめ。あ、そうなん。 あそか穴が開きっぱなしやからそうむちゃくちゃ面倒くさいんでもう開けっかったよかったそうじゃあ臭いっていやそれ絶対臭い臭になるんですってだからその前に定期的にそれを通してでも通して出てくるものはものすごく絶対臭いあれ足の親指の爪の匂いの匂いあの匂いは臭いけど嗅いでまうななあれはねでも真の人のは絶対臭いほんまに だななんよあの匂いは,い、ね、匂いは自分のやつやったら全然かげるわ <laughs> さあ,あの <laughs> <laughs> メールアドレスといいますよ、はいえー、メールアドレスは、はい、NAJA‐MBS1179.com ファックス番号は大阪0668099090大阪0668099090でございます皆さんからのメッセージをお待ちしておりますよ さあそしてツイッターのアカウントもありますアットマーク NADJA1179 アットマーク NADJA1179 でございますそれでは最後までお付き合いくださいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いします